はい、皆さんこんにちは。今日はですね、じゃーん、このおもちゃで遊んでみたいと思います。ね、これは何だと思いますか？さあ、これは何だと思いますか？赤ちゃんマン、わかるかな？わからないかな。わかるよね。これはね、太鼓の達人っていうね、ゲームがあるんだけど、ここに出てくるこの太鼓ですね。こんな感じです。手のひらにちょうど乗るぐらいのちっちゃな太鼓なんだよね。この太鼓をね、実はね、面白くてね、ここにね、こうしてスピーカーみたいな状態になってるよね。ということはね、どういうことかというと、こっちから見るとね、これ電池が入るようになってるんだよね。ここドライバーで緩めて電池が、変えれるようになります。電池が入るということはさ、じゃあ一体これがどんな風になるでしょうというのがね、あれなんだけども、こうやってね、例えば置いてた時にね、俺こうして動くとかね、そんなんじゃないんだよね。さあ、果たして一体ね、これ電池を入れたらどうなるでしょうということでね、やってみたいと思います。太鼓の達人なんだから、実はですね、これはよく見ててよ、こんな感じでね、音が鳴るんだね。すごいね。ね、ここもう一回やってみるよ。こんな感じ。ね、ここをこう、こうやって叩くことで、これかな？ちょっと、スピーカーのね、ちょっとマイクの近くでやってみるよ。ね、こんな感じの音が鳴るんだよね。面白いね。太鼓の達人。わっ、やったことあるかな？太鼓の達人っていうのはね、ゲームセンターとかにあるんだよね。まあね、もしよかったらね、みんなも、こんなね、太鼓の達人じゃなくてもね、太鼓で遊ぶってね、非常に面白いんでね、やってみてほしいなと思います。太鼓の達人です。これ、こんな感じだよ。わかるかな？ね、すごいなぁ。面白いね、これね。なんかね、もっとね、ここを叩いたらカッとか言ったりしたら、もっと面白いのにね。アンパンマン、バイキンマン、どうだったかな？楽しかったかな？僕はね、これゲームセンターでやったことあるよ。太鼓の達人っていうのね、やったことあるよ。レパンマン、コキンちゃんはどうかな？僕はやったことないな。ゲームセンターにあまり行ったことないからね。赤ちゃんマンやメロンパンナちゃん、バイキンマンはどうかな？バイキンマンはなんかよく知ってそうだよね、こういうのね。これは俺様よく遊んでるよって言いそうだよね。食パンマンなんかどうだろう、ね、このおもちゃで遊んだことあるかな、このおもちゃズバリじゃないにしてもね、太鼓の達人っていうので遊んだことあるかな。みんなもね、もしよかったら太鼓の達人っていうね、遊びね、ゲームセンターに行ったらあるんでね、ぜひやってみてほしいなって思います。じゃあね、バイバーイ。今日の動画はどうだったかな？楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画がすぐ見れるようにしててね。またグッド評価の方もよろしくお願いします。じゃあね、次の動画で待ってるね。バイバーイ。